こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首194回目は98番ジュニー家高の歌の2回目をお送りします。風そよぐ奈良の小川の夕暮れはみそぎぞ夏の印なりいける。風そよぐ奈良の小川の夕暮れはみそぎぞ夏の印なりいける。定家と花柳は同時代のライバルであったが、お互いに認め合い尊敬していたようである。寛喜元年1229年、藤原道家の娘孫氏が後堀川天皇の女房として受胎した。その時のご婚礼道具の一つに屏風をお持ちになる。屏風に絵と歌が書かれる。その36首の歌は当代の歌人がそれぞれのテーマを受け持って読むが、晴れの屏風歌の作者に選ばれることは大変な名誉であった。もちろん定家も入っている。花柳はこの時すでに72歳であった。彼は温厚な性質の人であったのか、あらかじめ定家に見せ批評を仰いだらしい。花柳が選ばれた歌は阿鼻木、納涼、水無月払えなどのテーマ7首であった。定家は彼の日記「明月記」に、どうも皆パッとしないようだ。ただ、水無月払えの歌だけはマシだな。ご本人はどの歌も自信満々の定だが、と書いている。全員、後鳥羽院の御時、天下第一の歌を用いらる。時移り、こと去ると定家は書く。全員に天下一の歌人と褒められたが、もう花柳の時代は終わったな、そう見ていたようである。この花柳もこの時代に珍しく長生きであった。晩年浪速に移り住んだ。大阪にはゆかり深い歌人である。嘉定2年、1236年、病にかかって出家した。79であったが、阿弥陀如来を信仰していた。浄土教の教えでは、日相観といって、悲願の落日を拝むと、西方浄土を目の当たり拝むことができるという。浪速の上町大地から眺めると、波の上に落ちる夕日が見事だったのであろう。花柳は小さいいおりを結んで石陽庵と名付け歌を詠んだ。ちぎりあれば浪速の里に宿り来て、波の入り日を拝みつるかな。ちぎりあれば浪速の里に宿り来て、波の入り日を拝みつるかな。それからそのあたりは落日の美景の名所となり、夕日が丘と呼ばれた。今の大阪市天王寺区夕日が丘町、霊神町、四天王寺のあたりである。今に花柳の塚がある。昔、夕日が丘高等女学校いうのがありましたな。府立の名門で美人が多かった。というのは熊八中年である。大手前も府立の名門工女でした。清水谷もそう。しかし、夕日が丘というのは名前からしてロマンチックで、皆美人に見えました。その髪、
凛々しい旧制中学生だった熊八中年の思い出話。もっとも戦前のこと、視線も合わさなんだと。視線も合わさぬのに、なんで美人と分かったのであろう。これで98番、ジュニー・イエタカの歌は終了です。ありがとうございました。